ロシアの地理では、ロシア連邦の地理についてが一説する。東ヨーロッパから北アジアにかけてまたがり、ユーラシア大陸の3割以上にも及ぶ、世界最大の国土面積を有するロシアは、そのほとんどが北緯50度線以北の寒冷な環境下にあり、西端の飛び地であるカリー・ニングラード州から、東端の地古と半島までは9時間もの時差とおよそ1万キロの距離がある。 その広大で厚みのある国土ゆえに大河を中心とする豊かな自然環境も有しており、ロシアの国立公園はおよそ50カ所、自然遺産は11カ所を数える。ユーラシア大陸の北部に位置するロシアは、北は北極海、東はベーリング海及び北太平洋、南はカザフスタンやアゼルバイジャンなどかつてソビエト連邦を構成していた国々や中国、西は フィンランドやウクライナといったヨーロッパ諸国に囲まれている。国境線の総延長は22,408キロと地球半周を超えるほど長大であり、陸上では以下の14カ国と国境を接している。その他、ロシア極東部ではアメリカ合衆国や日本と海上境界線にて隣接している。大陸ロシアにおける東西南北の橋はであり、東し部も含める場合、 最東端はラトマノフ島、最北端はルドルフ島のフリゲリ岬である。最南端と最西端は変わらない。ロシアの最高地点はエルブルス山の5642メートル、最低地点はカスピ海のマイナス28メートル、平均標高は600メートルである。また北極海やオホーツク海には多くの島々を領有している。ロシアの都市は 国土全域に分布するが、その多くは、ウラルサン無役のヨーロッパロシアや、シベリア鉄道沿線などに偏在しており、シベリアやロシア北部には、ほとんど見られない。これは、ロシアの北が寒冷すぎる、気候ゆえに、都市機能を整備できないためである。世界最北の100万都市は、北緯60度線付近にあるサンクトペテルブルクである。首都のモスクワを含む、 人口100万人以上の都市は、オムスクを除いて、ヨーロッパ・ロシアに集中している。ロシアの人口は1億4172万人で、あり、連邦間区別の人口割合は、中央連邦間区が26.9%、北西連邦間区が9.5%、南部連邦間区が9.7%、北カフカース連邦間区が6.6%、 ゾイボルガ連邦管区が20.9%、ウラル連邦管区が8.5%、シベリア連邦管区が13.5%、極東連邦管区が4.4%であり、ヨーロッパ・ロシアの中核である中央、北西、南部のみでおよそ46%にも上る。都市も人口もロシア西部に偏り繁栄する一方、他地域との格差は拡大の一途をたどっている。 ロシアの地形図ロシアの地形は主に安定陸海と地殻変動が盛んな変動体に大別される。ロシアの大部分を占める前者は東ヨーロッパ平原や西シベリア平原、中央シベリア高原などの卓上地や極東ロシアにあるレナガー伊島の地域、古生代に隆起したウラル山脈、及び南方の国境付近にあり中生代以降に隆起したサヤン山脈。 スタノボイ山脈、シホテアリニ山脈にかけての地域などが含まれる。後者には、コーカサス山脈やアルダイ山脈、そして特に火山作用や地震が多く活動的なカムチャツカ半島を含む。中世代から新世代にかけて堆積した地層が侵食されたその地質的特徴から、ロシア卓上地とも呼ばれる。この平原は、北はバレンツ海、東はウラル山脈。 南はコーカサス山脈と国海、西はカルパティア山脈に囲まれたヨーロッパ最大の平原である。ここにはバルダイ丘陵や中央ロシア高地といった丘陵地帯も含まれるものの最高地点は350メートルほどである。平原内にはドン川やドニーエプル川などの大河川も流れており、特にヨーロッパ最長のボルダ川は ロシアの大河川の中では珍しく南流する。平原北部は、高深夜の表記に侵食を受けたが、最終表記の氷河作用はそこで止まったとされる。南北3000キロに及ぶウラル山脈は、ヨーロッパロシアとアジアロシアを隔てる境界を形成している。その地質と構造は、北から順に、パイホイ、外極地ウラル、極地ウラル、ア極地ウラル、北ウラル、 中央ウラル、南ウラル、ムゴジチャイルの八つに区分され、山脈の北の延長には、ノバヤゼムリアがある。平均標高は、約1000から1300メートル、最高峰は、ナロードナヤ山の1894メートルである。先カンブリア時代と古生代の岩石から構成され、第4期更新予には、山脈の多くで氷河が形成された。 現在でも小規模ながら140カ所ほどに残された氷河があり、北部では建国やカールが見受けられる。レナ川異星が古生代において安定化した一方、レナ川伊東の地域には北アメリカプレートとユーラシアプレートの境界があり、中生代以降の隆起を経た後に安定した。ここにはベルホヤンスク山脈やチェルスキー山脈などのほか、畜地半島の産地が含まれる。 チェルスキー山脈とスンタルハヤタ山脈の狭間まには史上最低気温を記録したオイミャコンが位置する。沿海地方にあるシホテアリニ山脈は南北900キロに及びアムール川流域の東端を形成する。地震や火山が豊富なカムチャツカ半島ではクリュチェフスカやサンシュベルチ山をはじめとする清掃火山が毎年のように噴火を繰り返しており、これらは カムチャツカの火山群として、世界遺産にも登録されている。また、ジョージアやアルメニアとを隔てるコーカサス山脈や、モンゴルとの国境を含むワルタイ山脈などは、元来中世代以前に形成された古い山脈で、あるが、丘陵や平原になった後、新世代第3期に再度隆起した経緯を持ち、ウラル山脈などと比して急峻な形状である。 コーカサス山脈にはロシア最高峰のエルブルス山も含まれる。これらは高い標高と大規模な氷河を要することから山陸の乾燥地帯へ水を供給しており、カムチャツカ半島ほどではないが地震や噴火も生じることがある。欠片の気候区分によるロシアの気候図措置などの西部の海岸地域を除くとロシアの大部分の地域は大陸性気候であるため、 年角差が大きく洪水量が少ない。ロシアの北岸から中央アジアへ向けて南下するにつれ、その植生はツンドラ、タイガ、ステップ、砂漠の順に変化する。ツンドラの分布図北極海に浮かぶノバヤゼムリやセベルナヤゼムラ諸島、アルタイ山脈山頂部などは氷雪気候であり氷河に覆われている。植生はなく年間を通して雪氷に覆われているため、 人間を含む生物の活動などはほぼ見られない。北極海沿岸部や内陸の山岳地帯はツンドラが発達したツンドラ気候であり、苔や地衣類を食するトナカイなどが放牧されている。ロシアの西から東まで大半の地域にわたって大河が見られることから多くの地域は大河気候に分類される。ロシア中東部では陶器の強いシベリア高気圧のために 降水量が減少し、冷温化う気候になる。ロシア南西部の東ヨーロッパから西シベリア低地の地域は、新葉樹と紅葉樹の根光林が分布する、湿潤大陸性気候となり、そこにはモスクワなどの都市部も集中している。大河の蘇生は、エニセイ川の東西で異なっており、西は、モミ族や東皮族をはじめとする暗い常緑新葉樹で、ある一方、東では、 カラマツ族などの落葉針葉樹が中心の明るい森林が広がる。ただし極東地域ではモミ族などが多い森となる。タイガの分布地域はその約3分の2が永久凍土と重なっており、夏季の日光から凍土を守るタイガと降水量が少ない内陸部にて大森林に水分を与える凍土は相互依存の関係にある。タイガにおける山火事は 森林の繊維や樹脂構成などに影響を及ぼす側面もあるが、規模や頻度によってはその生態系に、甚大な悪影響と負荷を与えるため、伐採と合わせて、森林資源の劣化をもたらす要素ともなる。ボルガガーカリューからカザフスタンにかけては、ステップ気候に分類され、チェルノーゼムと呼ばれる黒土がこれを特徴づける。ここでは、秋から冬に枯れたイネ植物が分解されて、 カリウムやリンといった栄養士を含む不食層となり、ロシアにとっての国層地帯ともなっている。ステップの内側には砂漠地帯があり、外側にかけては森林あるいはサバンナへと背にする。ステップよりもさらに乾燥した中央アジアに近いエリアは砂漠気候である。その北部のー土は灌漑による工作に利用されているが、それ以外では、 岩と砂丘が広がっているのみであり、草木はほぼ見られない。2011年時点でのロシアの土地利用状況は、農地13.1%、森林49.4%、その他37.5%となっており、割合としては大きくないものの、その国土面積の広さは一部の穀物品種の生産量において、ロシアを世界有数の地位に押し上げている。 農業が特に盛んな地域は、南部の森林地帯やステップ地帯に集中しており、畜産や落農、集約的穀物栽培を特色とする。森林地帯の17%を占める工作地では、ジャガイモ、小麦、大麦、甘、大麻などが栽培されている。ステップの農事比率は55から65%で、あり、そのうちの60から65%を占める、 ブリャンスク州やリャザン州の耕作地では、小麦、ライ麦、トウモロコシ、豆類、大麻をはじめとする、工芸作物や飼料作物の栽培が盛んである。その他の森林地帯では、アルハンゲリスク州やボルゴグラード州、ヤロスラブリ州など、河川の過酷沿いに、わずかな耕作地があるが、寒冷な大河の北部地域やツンドラでは、農業はほとんど行われず、トナカイが放牧されている。 生産量世界第3位であるロシアの小麦は、栽培時期によって冬、小麦と春小麦に分けられ、前者は主に、コーカサス北部、中央国土地帯、ゾイボルガ地方の東岸地域などが、後者はソイボルガ地方、ウラル南部、シベリア南部、アムール州などの極東地域が、発出地である。同じく生産量世界第3位のライ麦は、体感性に優れ、 小麦栽培地よりも北側にある、被告土地帯や森林ステップ地帯にて栽培されている。大麦の生産量は、世界第一位であり、西はアルハンメリスク州から、東は沿海地方までの幅広い地域において栽培され、主要生産地はコーカサス北部、ゾイボルが中央国土地帯、シュベリア南部である。大麦の用途は主に飼料用であるが、灰川、 ビールの醸造に使われる。ロシアの畜産業は2014年時点において農業全体の売上高の49%を占めるがソビート連邦の崩壊以降は家畜数や生産性の低下が続いている。畜産業の地域区分は2分けられ、落農型及び落農、食肉混合型の地域では牛乳やバターの生産が盛んである。 羊とヤギの飼育地は、コーカサス北部、ゾイボルガ、東シベリア、西シベリア、ウラルであり、豚の飼育地はそれらに加えて、中央国土地帯、東シベリア経済地区などであるが、2013年時点の飼育数は、それぞれ2206万頭と1882万頭と、いずれも1992年に比して半減した。ありがとうございます。